アリーヤ・ファルガトブナ・ムスタフィナは、ロシアのエゴリエフスク出身の女子体操競技選手。民族的には、タタール人に属する。父親は1976年、モントリオールオリンピックの、グレコローマンスタイルレスリングの銅メダリスト、ファルハト・ムスタフィン。妹のナリーヤも、ロシアナショナルチームに所属している。2007年の国際ジュニア体操競技大会では、個人総合と、 種目別4種目で銀メダルを獲得する。2009年のロシア選手権、個人総合を14歳で制し、体操ジャパンカップでは団体と個人総合で銀メダルを獲得した。シニアデビューとなった2010年は世界選手権で個人総合は1位、種目別では全種目で決勝に進出。決勝は団体総合で全種目に出場して、 ロシアに19年ぶりとなる金メダル。個人総合ではロシアにホルキナ以来7年ぶりとなる金メダル。種目別でも3種目で銀メダルを獲得している。2011年4月、ベルリンで開催された欧州選手権では予選を圧倒的な強さで通過したものの、決勝の長場でアマナールの着地に失敗し左足に重傷を負ったため危険となった。 直ちに専門医のイルミュンヘンで、直ちに手術を受け、同年の世界選手権は欠場した。迎えた2012年ロンドンオリンピックでは、怪我から復活し、団体で、銀メダル、個人総合で、銅メダル、種目別段違い平行棒で、金メダル、床で、銅メダルを獲得した。長馬と段違い平行棒に、自身の名がつく技を持っている。長馬は、ロンダートか一。 にひねり前転飛び前方進身中帰り一回ひねり。段違い平行棒は、後方を抱え込み二回宙返り一回半ひねり下り。アレクサンドロフ、マスタフェナ、ハイメンテナンスインターナショナルジムナストマガジンオンライン2012年8月15日、閲覧。ありがとうございます。